それでは続きやっていきましょう。前回は鉱山施設エリアを突破しましたね。そしてウプ主が次は星野源エリアからですね。とぼけてマリサが、だから雪の原エリアだろと突っ込むところからね。元から突っ込みまでの流れまで解説しちゃダメだろ。それでは前回に引き続き星野源エリアからやっていきましょう。だから雪の原エリアだろ。あ、ちゃんと教えちゃった後でもそれはやるんですね。わー、雪ー。とても前回まで火山洞窟にいたとは思えないほどの雪ね。寒い寒い寒い。ちゃちゃっと行こうぜ。まあ待てよ粗末。戦士には時に休息というものも必要だぞ。この寒そうな中休息を取ろうとしてる奴の気が知れんぞ。その上重始末は雪合戦ですか。雪遊びで最も体力を消費しそうな競技ですね。から松もやる気になっちまってるな。わーったよ。ただし、やるからには手は抜かねえぞ。え、何勝手に始めちゃってるんですか。私たちこの時間何してればいいんだ。二十歳超えた男たちが雪遊びをする姿。いくらセリフだけとはいえ決して美しいものではないわね。これじゃあ休むどころか逆に体力使っちゃうよな。から松だけ扱いちょっとひどいよな。かわいそうに。それお前が言えるようなことじゃないぞ。一体いつまでこうして遊んでるつもりなんでしょうか。もう魔王討伐は忘れてここで遊んで暮らすのも悪くないわね。お前ら、結構やるじゃねえか。ま、このお粗末様に勝とうなんて1億年早いけど。すげえっす。前段から松に3名中。う、雪玉が襲ってくる。体も温まったことだし、そろそろ行こうぜ。あやいさー。お、この雪だるま全部重始末が作ったのか。あの短時間でこれだけの量を作るのはすごいですね。あれ、ここは向こう岸まで渡る手段がなさそうだけど。あら、こりゃ向こう側いけねえな。下に水があるな。まだ凍ってはいないみたいだが。無理無理、むっちゃ冷たそうじゃん。あ、向こう側を見ろ。なんかスイッチみたいなものがあるぞ。けどどうやってあのスイッチを動かす気だ。俺、泳いであのスイッチを背ないか探してくるっす。え、いやいや、いくらお前でも凍りそうな湖なんてやべえって。凍ってたら走る。足が沈む前に走り出す。なるほど、確かにそれならいけそうだ。いやいけねえからね。何その超人。重始末はある意味超人かもしれないぞ。ダメそうだったら帰ってくるから。しょうがないっか。任せた、重始末。危なくなったら帰ってこいよ。重始末、出撃。まさか重始末が一人で行動するとはな。攻撃が全くできないので敵が現れた時は厄介ですね。そんなこと言ってたら早速敵出現ね。重始末へのダメージは大きいから攻撃を受けないことを意識しよう。もうここからでもスイッチが見えてるわね。さっさと動かしてみんなと合流しよう。着いたー。いいよいしょー。繋がったー。おこの橋もうちょっとボロいと思ってたけど意外と綺麗ね。確かに重始末このままだと風邪をひいてしまいますね。今は大丈夫みたいだけど後々ぶっ倒れたりしそうだな。この辺はさっきと同じなので一気に突破しましょう。お、これでもう雪の原エリアは終了か。まだ短いので次の氷の迷宮も攻略しちゃいましょう。ウキキキキキ。寒い寒い寒い。さっきの雪の原よりも断然こっちの方が寒そうですね。寒いのはお前だけじゃねえんだよ。お、チョロ松復活。じゃあまた松集合か、テンコスっぞ。いいち。はいはい、三三三と。シッシッ。ゴーゴーのゴー。あれ、一個足りない。もう一回。六回も言わなくちゃいけないこの雰囲気なに、言わないけど。はい、ロハー、しょいしょいしょいしょー。あ、今の自分が何なんなのかで言う回数が決まってたんだな。そして6回どころか1回も言えてねえじゃねえか。重始末さっき泳いでまだ着替えてなかったのね。から松はそこに雪玉があったら川で泳ぐんですかね。雪と川の組み合わせは地獄でしかないだろ。とど松結構本気で怒ってるわね。バッカじゃないの。通れないんだったら来るの待ってろよ、このバカ強敬。とりあえず重始末兄さんの治療だよね。僕見てるからみんな先行ってて。お前らだけだとなんか心配だからクソ松置いて行ってやるよ。おい、役に立てよ。ゲフ。ラジャーだ。じゃあここはお粗末兄さんと僕と一松で攻略だね。行こうか。やっぱりこの世界のトッティは優しすぎる気がするな。いや、あれは本当にトッティなのかしら。まさか偽物の可能性があるというのか。私の推理が正しければ。あれはトッティではなくトド松ね。お前の中でトッティとトド松は別人なのかよ。お、このクリスタルを調べれば回復できるみたいですね。調べるだけで回復できるってことは、この先ダメージを食らう機会が増えてきそうだな。
ここの扉は開かないようですね。道が上と下に分かれているからまずは下を見てみるか。きっとこの先にはアイテムかスイッチがありそうね。ちゅー、これは俺パス。あんな高くジャンプできね。僕も無理だね。壁ジャンプならできるけど。滑り落ちないように気をつけてね。こういうジャンプだけで進んでいくだけなら楽で助かるな。けどこれ何を足場にしているんでしょう。雲、ではないですよね。何らかの現象でできた雪の塊じゃないか。ああ、つまり雪見大福の仲間ね。お前の頭は雪の腹か。それにしてもこの剣石が全く出てきませんね。受けるダメージも落下ダメージぐらいだし、クリスタルに頼るほど難しいステージではないな。お、これで一つロックを解除できたみたいだな。あとは落ちないように引き返すだけね。さて、もう一つのロックもちゃちゃっと解除しちゃいましょう。うっわ、えげつない高さ。とどまついないし、どうやって上登る。壁ジャンプしかなさそうだね。僕を先頭にして移動するよ。壁ジャンプか。どこが柱なのかちょっとわかりにくいな。とりあえず進めなくなったらそこは壁だ。とりあえずここは敵がいるので少し警戒しないとですね。お、ちゃんと今回は遠距離攻撃を使ってるわね。届かない。もういいや。やっぱり戦闘に関しては出番終わるの早いな。敵は無視するとして、あとはもうひたすら壁キックやら壁ジャンプですね。頂上までまだまだありそうね。お、ジョロマツでも攻撃が届く敵は倒すんだな。このエリアどこが最短ルートなのかわかりにくいな。ああ、今のでだいぶ落下しちゃったわね。この壁キック意外とやりにくいんだよな。お、ようやくロック解除のクリスタルが見えてきたぞ。あいつはちょっとゴリ押しで倒してしまおう。回復クリスタルがあるので体力には困らないですね。いやダメージ与えただけで倒しきらないのかよ。まあ絶対倒さないといけない敵ではないですからね。お、この青い魔法陣スタート地点まで戻してくれるのか。さっきのエリアも青い魔法陣あったかもしれないな。これで氷の洞窟エリアクリアですね。それでは今回はここまでにしましょう。次回は忘れられた遺跡、なんだか奥が深そうなステージになってそうね。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画がもしよかったらぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。この他にも、バカゲーやホラーゲーム、様々なジャンルのゲームを投稿しているので、左のリンクから見ていただければ嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。